ああ、私も早くエルシール様の弓偉くなりたいな。図書室だ、ここ。知識こそ力、力こそすべて、魔術的考え方の基本、政術的考え方とは正反対ね。ここの蔵書は品薄でいかん、仮にも大神殿の書庫だというのに。デスクワークばっかりで息が詰まるは本の整理も意外と重労働だし。寝るなら目は閉じた方が。突っ込みたいところもあるかもしれないけど。とりあえず決定機を3個も調べることができるので、このゲーム。この上は寮よ。でも私は家が近いから通ってるけどね。ああ、買った理由、俺って勉強嫌いなんだよね。樹脂なら適当に食っていけると思ったんだけどな。私も LC 様の教え子いたいわ。相当慕われてるんだね。とりあえず2階で、建物が違うんだね。バケツの中とかなかったりとかするのかい。そうか、窓開いてるけど、それなんかあるの？ただの雰囲気。そんな気もしなくもないんだけど。とりあえず光ってるところは要注意ですね。今風と同じ感じだからね、そういう意味では。じゃあ3回行きます。お、あ、勝手に動くんだ。まあいいや。あれ、先生方のお部屋はこのフロアじゃないの？この上の4階だったかな。いや、この上ですけど、話が難しすぎてついていけない。会議中？ローリー・アルティス校は、教会のことを快く思ってないわ。いつか大惨事が起こる気がするの。帝国は歴史的価値を重んじない。逆に疎んじっているとも言えるわ。そのために千年も続いたエルセリア政庁でさえ簡単に滅ぼしてしまった。話せる。帝国は魔術師を養成しているらしい。教会と対峙した時のための備えだろうか。備えだそうだが、先日のレジスタンスの壊滅をもってして、ファーレン王国は完全に地図から消滅したと言っても良いだろうな。魔術は厄介だ。私たちの政術では対抗しがたいのも現実ね。地下による統制は脆いわ。現実にゲオルク公が亡くなってからアルティス帝国に勢いはなくなったわ。なんかフィークフライト結構広いね。今風の時はそんな感じしなかったけどね。でも、この作品で見たらやっぱり結構でかいことが容易にわかりますよね。こう見えても私は C 級神官よ。で、ファーレンの人たちは食事も事欠いてるらしいもんね。戦争なくならないかな。やっべえ、金足りねえ。ここは安くて美味しいわね。ああ、ダイエット中なのに何してんの、あんた。のんびりやりましょうよ。ああ、忙しい、給料安いし、働きがいないし。ルシエル様に食べていただきたいわ。それを。ここの食堂って新刊になるとタダなんだよね。新刊は給料出てんのにさ。なんだ、見るなよ。宿題忘れた罰だ、悪いかよ。ないんだっけ？なんか、動いてねえや。あ、違え、間違えた。あれ、こっちへ、あ、そう、こっちへ見たもんか。ここで変わるのか。
何してんの。教会の自身はレベルに応じた階級があるんだよ。階級は修士、学士、道士、神官で、後者になる方が強いんだ。3位、各階級ごとに A 級、B 級、C 級に分かれているんだ。最強は A 級神官ってことだね。でもその範疇に収まらない者もいて、S 級という階級も別にあるんだ。君の師の LCU 様が現在唯一の S 級神官だよ。レイドンはなんだっけ、B 級修士なんだっけ、今。B 級修士から、今数では C 級同士になってたような覚えがあるんですけど。ふ、酒は静かに飲むものさ。まあ、多分、今数を見てないからしたら何のこと言ってるのか全然わかんないと思うんですけどね。はい、じゃあ4回です。次期大神官、年功序列なリューク神官中、実力ない LCU 大神官補佐官様、人気でも LCU 様かな。でも LCU 様は29歳と若い高齢な実力者神官たちが反対するだろうし、難しいね。うん、またこういう権力争いとかもね、あるんですよね。大神官様は、御年78歳、そろそろ引退を考えだとか、次期大神官は誰だろう。なんだろうね。魔術師の中には好んで殺しをする人もいるそうよ。魔術師には注意した方がいいわ。あ、やべえ、気づいたら収録時間結構長いな。もうすぐ30分になってた。狭い部屋にいると息が詰まるよね。とりあえず先に5階見てますけど。5階が最上階なんだ。原点のローリーコンの正規は先々代大神官様の子、子女だそうだよ。教会と帝国の間の和中、和睦か。和睦の人質って感じだよね。何その言い方。どこ見てこういうのもまあよくわかんないけどね。この前さ、レアハートの街で変な騎士に会ったんだ。かなり術力なのに術剣士じゃないんだって。何か粘りがあるんだろうね。なんだろう。わかんねえや。特になさそうだ。教会は世界に多数あるけど、大神殿は3つだけなんだ。ここフィークライトのその一つだよ。なんだっけ、大神殿3つあるんですよね。フィークライトと、マス出た、もう。私たちは外に出る機会少ないのよね。風紀がうるさくて。あ、ティナには言わないでね。え、ティナが風紀。先生に押し付けられた方が部屋に入りきらないほど。え多くね。あ、ここはレイドの部屋なんだ。てか本ばっかり。すごいね。てか、タンスに届かないし。勝手に入ったブチノスバイティナファーレ。あ、ここティナの部屋か。あの文言は相変わらずだね。